よろしくお願いいたします。よろししくお願いまじゃあ簡単にですねあの今紹介を始った私ですねアメリカへ留学したのが1971年まだあの1ドル345円の時でして今思うと今78円ですからもう私の資産が減る一方でで最初に行ったあの大学ですねあの南ノのイ大学ってちょっと地図 イリノイがありまして、ここ一番先ですね。カーボンデルってありまして、南イリノイ大学。ここは非常にユニークなあの大学でして、バックミンスター・フラーがその当時デザイン学部を作ったんですね。で、バックキーっていうのはあの非常にデザインの教育論ですとか、あとフラードームですとか、あとワールドゲームって今思えと非常にあの先端的なデザイン理論をやってた人で、まあその人にちょっと興味があって。 その後にあのノースカラインナーこれシャーラレッたんですけどシュートなんですけどもそこのノースカライナーステートユニバーシティの大学院行って卒業してでここは今有名なのはあのセンターフユニバーサルデザイン今非常にあの有名になってるんですけども要するにあのまあ介護だとかまあそういった要する身体障害者のための建築だとかそういうことをやっているまあセンターで今注目されている。 デザイン学部がありますけどもまあそこへ行ったと <laughs>。で卒業してまあ帰ろうかなと思ったんですけどもやっぱりアメリカで来たんだからまあ少しえ働いてえいろいろ勉強しようかなと思いましてえ運よくその,その当時まだなかなかあの永住権って取れなかったんですけども私が勤めたところが非常に政治的に強い会社であのパワーがあるというかまあそういった関係でスムーズに。 まあ英受験を取りだと。でそれでまあ働いたとこが。十。シャーロットって。ここにあるんですけど。ここはあの。まあ。トランプは大体この辺ですから <laughs>。アメリカの素晴らしいとっていうのは中都市なんですね。このシャーロット。とっていうとこも現在。人口は75万で。だいたい。あの。メトロポリタンの人口は175万。中都市っていうのは非常に魅力なんですね。なぜ魅力かというと。 私の,あの勤めてた事務所っていうのは大体10年以上勤めたんですけどもダウンタインに近くって我が家から事務所まで大体車で5分で大体600坪ぐらいのうちを持てるんですねそれで飛行場まで大体25分ぐらいとアメリカのデザイン事務所って大体もうあの州外の人たちが多いですから飛行場にいかに迅速に行けるかって非常に重要な要素になってくるんですね。そうういいった意味ではは非常に中都市というのは 魅力的で木がたくさんありまして、日本から来る人はみんなびっくりするんですね。空気が違う。非常にあの木がたくさんありますから、非常に自然が豊かで、まあそういった意味で非常に魅力的な街で、私がニューヨークに移ろうなと思ったときに、お前バカじゃないかと。こんな住みやすくってえ非常に生活がしやすくって、それなのになんでニューヨークみたいなってなくてね。生活物価がもうシャーロットと比べたらもう2倍以上なんですね。まあそういった意味であの中東っていうのは非常に魅力があると。 でシャーロットっていうのは非常に皆さんご存じないと思うんですけどニューヨークが今財政金融街ではナンバーワンなんですけどもシャーロットって全米で2番目なんですねバンキングシティでは。でなぜかっていうとノースクライナーっていうのは昔からの全国的な銀行が3つありましてそれは九州合併しながらアメリカで一番大きいバンクーバー・アメリカの本社が今シャーロットにあるんですね。まあ、そういった意味であの、まあ、あのバンキングでは、まあ、全米2番目と。 そういった意味非常にまああの面白い街なんですけども。でまあそこの事務所がここにありましてで今回のまあテーマであるヒルトンヘッドアイランドっていうのは大体ここから車でえ大体3時間三時間半ぐらいから4時間ぐらいでシーサイドが大体この年なんですね両方とも大体い偏僻なところにありますけども。ニューヨーヨクから ハイウェイ95っていうのは海岸線に沿ってフロリダに行くこう通りがあるんですけども、まあ、そういった形で非常にヒルトンヘッドっていうのはあの地立地的には非常に面白いところなんですけども日本ではあんまりよく知られてないんですけどもヒ、まあ、ルトンヘッドっていうのはなぜあのこんなに有名になったかっていうとやはりあのリゾート開発でやはりその、まあ、世界にこういろいろといろんな、まあ、マスタープランをいろんな含めて非常に波紋を投げたところなんですけども。 で今回まあやるそのまああのヒュートンヘッドおよびシーサイドですね。その共通点は何かというとやっぱりデベロッパーのそのビジョンっていうのは非常に明確なんですね。で両方とも要するにいいところのせがれででまああのヒュートンヘッドを開発したチャールズフレーザーはあの親父さんがこのヒュートンヘッドアイランドに材木の様子に。 え、再発症を持ってたと。で。シーサイドの方は、彼もおじいさんの土地を持ってたとまあ、そういった形で開発を始めるんですけどもで、両方とも非常にそのヒュートンヘッドにしても、そのシーサイドにしても何にもないとこっからゼロから出発してるんですね。ゼロから要するにもう長い年月かけてまあ世界的なま。リゾート方やシーサイドの場合は要するに。あの。 新しい街づくり地域に根付いたそのデザインということで非常に有名になったところなんですけどもそういった意味でまあ両方とも非常に面白い。で両方ともやはり長期にわたる開発ですね特に20年30年わけでありますからやはり何が大事かっていうとしっかりしたその開発に関するマスタープランそれから要するにデザインガイドラインですね。 でそういうものをしっかりしとかないと乱開発されたり最初の,そのコンセプトが崩れますからそういった意味でその重要なマスタープランとデザインガイダリングがしっかり作られて、まあ、開発していったと、まあ、そういったところが非常によくまあ似ているというような形ですねで。あともう一つは両方とも要するにあのそういった新しい開発の仕方で脚光を浴びてるんですね。要するに開発始めてからもう 12年でヒルトンヘッドもスイパインも全米でまあ本を通してとか新聞を通して一躍有名になっていろいろな賞をもらいますけどもそういうことを通してまあそれが医師のプロモーションとかマーケティングになりましてえ非常に開発がうまくまあいったとまあそういうような発展の仕方をしています。じゃあ次にちょっとでこれがヒルトンヘッドアイアンドですね。 でヘイトンヘッドアイランド自体は大西洋に面した島ではスタッドンアイランドっていうのはニューヨークの郊外島があるんですけどそれに次いで2番目に大きい島なんですけどでこの島自体は11878ヘクタールで長さがいたい19.2キロなんですね。でこの幅がだいたい、えー、8キロ。でここ何が素晴らしいかっていうとこの途ンからずっとこれ20キロぐらいすごい素晴らしい。 白い砂浜で、ハワイ以上に綺麗な砂浜になっています。で、ちょっと次。で、これは、あの、上から見た航空写真ですけれども。で、アメリカはだいたい内陸に沿ってですね。沿岸のこういった水路はですね。で、これは要するに、なんか試験の時ずっと、ニューヨークからフロイダまで、こう、要するに。大西洋を通らなくて。 で内陸を取ってこう行ける通路になってるんですけども、でこれずっとあると、でこのグレーの部分というのは湿地帯なんですね。この湿地帯がすごくまあ綺麗というか素晴らしいというか、特に朝だとか夕方になると非常に湿地帯が綺麗で自然そのものが残っているというような感じで、でこっちが本土でこっちがずっと入ってきて、これは国道がずっと入ってきて中に入ってくると。ですから航空写,写真でも見てわかるように基本的にはもう あのスイーパインっていうか、えー、そういった木が非常に豊富な島で。えじゃちょっと次お願いしますでこれがあのは要するにあのヒルトンヘッドのプランテーションっていいますか要するにリゾートプライベートリゾート地なんですね。でこれ自体全てこう書いてるところはすべてプライベートなんですね。 すべてあのプランテーションという名前をつけてますけれどもこれは南部でいう大農園というか大規模農園という意味ででチャールズ・フレーザーが開発したっていうのはこの突端ですねここがそうですけどこの最初に、まあ、あの開発をしたと。でこの島自体大体もう80%はあ、のプライベートでのリゾート地なんですね。 まあそういった意味ではにその中で大体今ヒルトンヘッドで何がするいかっていうと大体この中で大体ゴルフ場が30ありますそれからテニスあのパブリックがその中で24それからテニスコートが300でマリーナもこの島だけで大体8つあるんですね。それから大体ビナーが6,000ユニットホテルが3,000室。 タイムシェアがだいたい1000ユニット、がミーティングコンベンション施設が22、だそういった意味では非常に大規模で島自体が完全に面開発的なもう非常にあのどこ行っても何でもできると、でやはり何がもう素晴らしいかって言うと温暖でアネッタなんですね。ですからフォルダと違って定住型なんですね。非常に定住型のリゾートであると。ですからやはり行ってもいいし秋行ってもいいし夏行ってもいいしまた冬,冬でもいいと。 そういった意味で東部の要するにある程度のお金の人たちが持っている人たちが要するに定住型で住もうという形でこのヒルトンヘッドプランテーションというのはそういった意味で非常に大きな定住型のプランテーションですけれどもそういった意味で非常にプライベートの開発がなされてると。でチャールズ・フレーザーがその面白いこと言ってんですねなぜ成功したかと。 でこれはやっぱり自然美なんですね。まあユースヒュートンヘッドの素晴らしい自然であると。それからアクセスの良さですね。でこれはあのさっき見ましたあのインターステート95っていうハイウェイが、えー、ニューヨークからずっとそのマイアミフロイダの方に伸びてますけども、そのハイウェイがす素晴らしいハイウェイがありまして、そこからだいたい車でだいたいここまでここまでだいたい30分ぐらいで来ますから。で夏になりますとだいたいそのインターステート95っていうのはほとんども 東部から南部へ行くバケーションの連中は車にいろんなまあ自転車積んだりとかまあそういった形でみんな南下するんですねです,ですからそれを見るだけでも楽しいというかで我僕も大体,あの大体あのシャーロットに住んでる時は大体10年以上住んでましたけど大体毎年まあ行ってましたけどもいつ行ってもいろんな違った活動ができるとまあそういった意味で非常に魅力があると。 三番目にデベロッパーによる土地利用規約の確立とその運営の良さ。まあ、それが成功の鍵の一つと。それは、蚊の駆除の成功ですね。これ蚊の駆除というのは何かというと。内陸に入ってくると、運がたくさん,あるんですね。沼地とかで、それによって非常にあのう、が発生すると。その駆除政策がうまくいくことによって、成功したと。で、あと労働力ですね。この百キロ圏内に、やはりサウスカロライナっていうのは、全米でも非常にあの 所得が低い、低くて、そういった意味で、ある程度、あの、安価な労働力が十分あったと。だ、そういったことですね。それから、あと、この当時、1960年の。代の。から、70年にかけて。エアコンっていうのは、まだ、アメリカでや、あまりなかったんですね。ですから、ここに入ってきた、要するに、別荘地っていうのは、だいたい、エアコン付きだったと。で、その当時まで、別荘っていうのは、だいたい、アパラチアン山脈って言いまして。 だいたいたノースカライナからずっとバージニアか借りてあるその山があるんですけどそこにだいたいみんな別荘持ってたんですね。ですから夏でも非常に涼しいとで私が学生時代もハイランドっていう素晴らしいノースカラライナの山なんですけどそこに知人がアンティークショップを持ってまして毎年そこでそのアルバイトしてましたけどもでそこなんか夏になると要するに南部の金持ちがみんな車で来て。 別荘を持ってそれで過ごすとそういった意味で、えー、南部のこういったとこっていうのは基本的にはあんまり別荘を作るような環境じゃなかっただけどエアコンの発達によってまあそれが非常にうまくいったと。ですねで基本的にはこれ1 9 5 7年から開発が始まってますから、まあ、その当時まだこういった大規模のリゾート開発っていうのはなかったんですね。 まあそういったことによってまあ非常にその当時では画期的なまあ開発であると、それからまた要するに定住型のリゾートとして非常に重要なその総合病院ですね。総合病院が1974年にできてます。まあそれによってまあ低重型の人が来ても十分その医療関係は問題がないと。それからあとはバランティアによるまああの各種文化活動ですね。でこれもやはりあの こういったところに来る人たちは非常に裕福な方ですから、やはりコンサートですとかいろんなまあ文化活動ができる施設がないとやはり長くいれないと。まあそういった意味でそのそういうまあ文化施設が多いと。それからあと有志なランドプランナーとかランドスケープアーキテクト、建築家エンジニアですですね。でそういった総合的な人たちがまあこういったところにまあ住んで参加していると。 でこれはでまあそういった意味でまああの非常にその優秀な能力のある人間がまあヒュートンヘンド自体に住んでいる事務所を持っていたりとかまあそういうことによって非常に身近にその能力を使えると。でまたそのチャールズ・フレーザーにしてもロバート・デイビスシーサイドのデベロッパー自体も住んで開発してるんですね。 遠隔にいたんじゃなくて自分たちはここに住みながら開発してますからどういうい状況が十分よくわかるとでそういったこともやはりそのアメリカの普通の要するに開発と違って遠隔じゃなくて実際に住みながらどういったものが必要であるかとまあそういった意味でまあ非常にあのユニークな開発の仕方をしたと。それからゴールフ場からテニスコートマリーナなはこれ世界レベルのやつがここにあるんですね。これはももうほとんどど後で飲みますけども そういった施設ができることによって、また必要に脚光を浴びたと、それから一流ホテル各種宿泊施設ですね、そういったものも非常にこの島の中に十分あると、まあそういった形でまあ全体的な成功の鍵というか、まあそういったものがあります。じゃあ次、でこれはやっぱりその近く、まあサウスカレーニャに行くとローカントリーって言いまして。 非常にこういったエビデスタはこういった何と見えない風情のある港とか湿地帯ですね。でドライブするだけでこのコスタラルエリアをドライブするだけでも楽しいと、まあ、そういった意味じゃ非常に日本の方はあんまりこの辺行かれるってことは少ないんですけども非常にそのサウスカラライナーとかのあのフロリダにかけてこういった湿地帯がたくさんありまして海岸線をドライブするだけで非常に美しいところがたくさんあります。はいいい次あと夕焼けなんても非常に美しいですね、はい でこれはヒルトンヘッドの一部ですけれどもこういった緑地帯の中に、まあ、いろいろとそのあ30の呉、ま、服、あ、状がこう散らばっているとでほとんどこれはシーパインっていうこの特殊の木ですけれども、まあ、そういったあ木に囲まれている。はい、同じですね、はい、でやはり何がきれかっていうとあの自然美なんですね。要するにこう作られた自然と から要すするににそののまままのが非常にうまくこの融合して自然がすごい,いで,あるでこれだと,と特にアザリアなんていうのは特にきれで、えー、まで、あ、サウスクラーのオガスタっていう有名なゴルフジュあのポンペがありますけどそこもやはりアザリアは非常に綺麗ですけどもそれ以上にまあ綺麗なそういった形で,でこういった芝生とその色とでアメリカではマニキュアのランドスケープっていうんですねマニキュアのように非常にこう手の込んだ。 自然ですけれどもこういった細かいところにある程度その手を入れることによって自然と対比しながらその環境をきれいに持っていこうとで非常ににそういいったものにお金をかけていると、はいで。これはシーパイン、さっき言いましたスイーパインの中の道路なんですこれ市道なんですけれどもこういった本当にもう自然に囲まれた本当に木のトンネルっていうかそういった形の環境が維持されていると。 で、これは要するに、二十二十キロある海岸線ですね。この砂浜、ま非常に綺麗で。もう、夏はもう、こういうと、本当にもう。あの、ハワイ以上に綺麗な砂浜です。はい。で、これは、あの、幹線道路なんですけれども。で、この幹線道路。まあ、がなぜ素晴らしいかというと、要するに。環境を規制しているんですね。で、この環境を規制して、なぜかというと。やはり、あの。こ,この要するに、伊豆大島素晴らしいっていうのは。ここに入った時にも、完全にもう。その。 他と違った雰囲気の自然美があると,というのは全てその周りにあるものは全てその遮蔽されているでこれもやはりあのあの1983年に調整を引きましてで道路の中央線から1 5 0メールの範囲内の要するに敷地内にあるものは全てその環境規制でその特別の理由がない限り、えー、特別なことはできないとで非常に厳しい環境規制をしています。 そうすることによって道路に沿って非常に美しい自然というものがまあ確保されていると。で地域開発に関しても150メートル以内は審査会がありまして、要するに審査会のの許可をおりないとまあ開発できないと。それは何かというと例えば道路に沿って建物の外観だとか駐車場、駐車場なんかにしても夕方になると要するにそのライトがつくと。 そういったものは外にに漏れないいよううするとかそった意味での塀だとか壁だとかそういったものをつけなしちゃいけないとかちょっと次やで、これも主要道路なんですけども主要道路の周りというのはやはりこういった盛り土をするとかそういった自然のものですねこれスイパインがありますけどもそういったものを使って遮蔽するとこういったところに建物見見ますけどもそういったやつもこういった遮蔽物で見えないとそういった意味で自然をうまく使って主要道路周辺でも要するに ケバケバしたとかそういったもなくて自然の中にその建物リゾート施設ですとか商業施設がまあ作られていると、はい。でこれは商業施設ですけれども商業施設でも色ですとかそういった建物の中でもこういったすべてそのスイパインの高さの中でやると、はい。であと噴水ですとかそういった環境演出ですねでそういったものもその必要事項の中で要するに自然の中でその素晴らしい 商業施設も派手にならならず自然の中に入っていくようなそういった感じでデザイン規制がされています。はい。で例えばウェンディっていうまあ一種のファーストフットストアなんかでも非常に地味な形でオーニングとかそういった形ですね。でそういった形で要するに派手さを出していけないと。で常に自然がベースになってますから建物のデザインにおいても縄張りニュートラルな色で建物を作らなきゃいけないと。はい。 でマクドナルドのサインも気を使って低くするとでそういった意味ではサイン規制というのも非常にうるさいんですね。でサインの中でも内装式のサインはダメそれから要するに時間だとかその温度が出ているようなサインもダメだとか動くサインはダメだとかですねですからそういった規制されている中で非常に美しい、まああのそのまあ、環境が保たれているということです。ですから 車入ってきたとと非常に何とも言えないすするんですねアメリカの道路っていうのはほとんどそのもうサインだらけでもう非常にわい雑な道路がたくさんありますけども、まあ、そういったとこからこういったとこに来ると本当に落ち着くというか何とも言えないまあ雰囲気、まあ、自然美が本当に満喫できるというような環境です。はい、でこれはスイパインの開発の要するにマスタープランですけれども。 でたいスイパインこう全体で二千二十ヘクタールで島は大体二十五パーセントなんですねでこっちが地帯でこっちが太平洋側の例の砂浜ですねで基本的には要するにあの千九百五十八年から開発が始ましてチャールズフレーザーは L のあのロースクールに出てるんですけど二十七歳に会社を作ってるんですねですから非常に若い時にも ビジネスを始めてるんですね。で、ます、あ、あのボストンの佐々木事務所を使って、えー、マスタープランをまあ作ってるわけですけれども、で、その当時1950年の後半というのはあのまずその自然をこう保全しながら開発するっていうそういう考え方ってなかったんですね。ですからチャールズフレイザー最初なんですね。要するに自然というものを生かしながらそれを要するに一つのツールとして リゾート開発しようとだそういった意味では非常に自然がうまく守られているとそれで特にこのシーパイの場合は遊館地そかグリーンオープンスペースを含めて大体39%ですから他の開発に比べたらもう非常に大きな敷地が要するに自然と保護のために使われているとまあそういった意味で非常にそのユニークというか 開発をしています。で、まあヒルトンヘッドの場合ですとだいたいあのゴフジョンが三つあるんですね。一つ二つ三つですね。それからあとこれここにあのハーバータウンってまあヒルトンヘッドの市場にその有名にしたまああ。 マリーナ湾ですね。でマリーナはこれ一つと、あとサウスビーチっていうマリーナはここにあります。二つかあります。でこのマリーナ自体は1973年に完成してますけど、しています。でやはりあの1974年にそのマスタープランを作ったときはまあこの中にそのゴルフ場四つ作ると、でも最終的には三つになりましたけれども。 まあそういった意味では消防署ですとかあと、えー、医療センターそか商業施設学校だほ,とんどほとんどもこの中にあるんですねだそういった意味で非常にあの広範囲で,でチャールズ・フレイザーの要するに彼たちの要するにそのマスタープランになぜ厳しくするかというと要するに彼たちはこの土地を売って商売ですから。 土地を今度要すするに自分でで開発したいんですねサブデベロッパーに売りますからサブデベロッパーがこれだけの土地を買おうとか大きい土地を買ってそれで開発しますから非常にマスタープランとデザインガイドラインを厳しくしないと問題を受けるとでそういうことで非常に厳しく、まあ、法的にもその規制をかけているということです。それでやはりそのあのチャールズ・フレーザーがユニークにしたのはそのこの大きな土地をですね、えー、どうやって販売するかと。 サブデベロッパーの場合とあ個人の別荘地として売る場合ですね。で彼はあの非常にその土地を売る時のそのインセンティブというか付加価値をつけてるんですね。でそれは一番出てくるのはそのウォーターフォントのとこんですね。でこのウォーターフォントこのとこっていうのはアメリカの大体どこ行ってもウォーターフォントって一番高く売れるんですね。でシーサイドもそうですけれどもシーサイドもウォーターフォント作んなかったっていうことはまたユニークなんですけれどもまああのヒュートンヘッドの場合はこのウォーターフォントを 市場に効果にに売るためにその T 字型のアプローチしているんですね T 字型にこうなって T 字型にしますと要するに海に向かって別荘がたくさん作れると、まあ、そういうことでそのウォーターフロント T 字型ちょっとあれですけども見にくいと思いますけどこれは T 字型にこうなっているんですね。ですがたくさんウォーターフロントに対してその敷地が作れると、まあ、そういう形でそのウォーターフロントの価値を上げる そういうことによって、まあ、ええ、市場に、その、一番高いところを多く作って売れると。で、あと、ゴルフ場に面して、こう。住宅っていうか、別荘を作ったんですね。で、これもヒルトンヘッドが最初なんですね。で、全米で、これ、みんな真似してやってますけど、ここが最初に、そういった、要するに。あの、ゴルフ場に、その、別荘を作ることによって、付加価値を高めたと。 で運河はたくさんあるんですけれどもその運河に沿ってやはりあのさっき言いました蚊の駆除をすることによって運河の美観を高めて、まあ、運河沿いいにまあ別荘地とかビラそうっったものを作っていますで最後に雑木林ですけれども雑木林なんかはたくさんありますけれどもその雑木林なんかでもやはりあの非常に厳しい規定がありましてある程度のサイズの木は切っちゃいけないと、まあ、そういうことで非常にあの林の美しさをまあ保護していると。 そしてあと要すするにここが最初なんですねゲートコミュニティを作ったっていうのはでここにゲートが一つあってあとこっちにもありますけども要するにそういった意味でセキュリティをまをかけて要するに一般の人がやなくて安全ですよとで最近はまあカロニアなんかはもうゲートコミュニティがたくさんできてその格差問題だとかある意味じゃ非常に変な意味での,そのいやらしいそのコミュニティがたくさんできています。だけしている まあシースイーパインでは最初にそういったものを作ってまああの住む人たちの安全を守ったということです。はい次お願いします。でこれはスイーパインのあのゲートの入口ですね。ですからこういった入っていくと本当にもう何にもなくて本当に自然の中でまあここチェックされて入っていくとでスイーパイン あともう一つのプライベートリゾートがありますけどその二つが一般的に開放されているリゾートですあとのリゾートっていうのはもう完全に会員制ですから会員かあと会員のあれをもらえないと入れないとそれはみんなゲートが付きですだそういった意味でスーパインは一般のリゾート客も入るで今お金をってますから泊まらなくてもお金を払えば中に入れるとはい でこれがスイーパインの有名なハーバータウンの赤と白の有名なヒルトンヘッドのシンボルになっているところなんですけれどもでこれはゴルフ場の18コースですねでこれはいつも MCI っていう有名な PGA のゴルフ大会があって全米に放送されましたけれどもここでいつもプレーして敷地帯があって非常にす晴らしい。ずっっとそれに沿って、えー ウォータータフロントのまあ別荘が並ぶと、はいでこれは要するにハーバーターンで1973年に完成したんですがこれも佐々木によってまあデザインされたんですけどもでここにまあ基本的にはあの灯台があるんですけども最初のスケッチですからないんですけどもで要するにこれも地中海風の小さな港町をベースにしてデザインしてですねで非常に心地よいあの空間になってますけども。 ちょうど円形ですね。円形になっていて、さっき言った、ゴルフ中学校にずっとあります。で、あとはずっと、コンドミニュ、ビラ、向こうではビラって言いますけど、そういったものがあると。で、ここでユニークなのは何かというと。この、オークトリーなんですね。これ、リバティオークって言うんですけども。で、この、要するに、市場に素晴らしい木を、要するに、保護しようと。で、本当、最初は円形で、こう、あの、デザインだったんですけども。こんな素晴らしい木を、その。 切るのはもったいないなとでそういったあれでも要するにヒルトンヘッドの自然に対する考え方をまあ表していると。ですねで、まあ、自由を守るでリバティー・オークっていう名前が付いているんですけどもであと要するにここに灯台があってで放射線上にこうずっとその灯台が見えるようになっているんですねでこのが Y 曲になってあとで写真が出ますけどもでそういった意味で非常にランドスケープがうまく工夫されています。はい でここにずっと商業施設があってでこれはリバティウォークで,であとコンドニウムであるとでここなんかも素晴らしいそのボートが止まっててでこのをブラブラそのまあ家族でとか、まあ、恋人同士で歩くと非常にロマンティックなそういった非常に素晴らしいちょうど歩くにはちょうど心地よい感じのまあ にでまあこれは商業施設のところにまあから見たマリーナですねで非常にこの場所が取られてロッキングチェアが置かれてで一段下がって遊歩道があるとですから非常にボケっとして行き交う人をこう眺めているだけでも楽しいとで非常に木がたくさんあってその中でまああのボケっとできるっていうのはまた非常に素晴らしいまあ空間がたくさんあります、は。い でこれがずっとビラですね。ビラもだいたい四五階建ての建物があのマリーナに沿ってあると。でこういったあの干ばが非常に綺麗になってますから、マリーナを歩くときも非常にえ楽しく、朝なんかすごい素晴らしいですね。こう歩くだけでもホッとすると。はい。常にマリーナがこう見えると。マリーナやって東大ですね。で道路がこう湾曲に行ってこうあと植栽と。 まあそういったあれが非常に美しくまあランドスケールされています。で、こういった建物自体も非常にまあおとなしい形のデザインで、やはり自然というものを大事にしてまあデザインされています。はい。で、これもゴルフ場行く時の小道ですけども、はい。サスビーチですね。はい。で、これはあのさっき言ったしあのまあ あの砂浜に面したえ別荘ですねですから別荘ってウォーターフロントの別荘っていうのは市場には高額で売れますからもうある程度非常にいやらしくいやらしいような家がまがずらっと並んでるとでまあこれでみんなよくパーティーなんかやってますけどもであとまあ非常にその砂浜あの広いですからまあ十分子どもたちは楽しめるとはいでこれはゴルフ場ですね でやはりサウ,スサウスカラーのこうなるところモスがこう垂れてるんですね多くから。でこれは何と言えないそのローカントリーっていうか、えー、この一帯の要するに植栽っていうかそれが非常に出て非常に雰囲気のある木ですね。はい、であと牧場がありますから馬に置いた人はう馬。 でこれは建物なんですけどもこれもラグーンに沿って、まあまあ、ゴルフ場があると。それであのヒートヘッドいうのは面白いのは何かっていうと非常にこうモダンな建物ですけども要するに建物自体が要するに目立たなないいよようううにしようというのの基本の理念なんですねですから形態的にはちょっといろいろやってますけどもあと自然に落ちるような屋根の色ですとか木のあれですねグレーやって基本的には 自然の中に溶け込んでいくと、まあそれが基本的なあの考え方です。であの別荘なんかのそのデザインにおいてもやはり審査会がありまして経過感をチェックされます。でこれも土地所有者とシーパーインプランテーションの関係者から構成されているメンバーの中で全てチェックされてこれはオッケーオッケーじゃないというような形でされています。 はい、でこれはですねですからこういった別荘のちょっととこのとこにこう急いで、まあ、プレーをしてのを見たりとか,だかそういった意味では非常にまあそのゴルフ場に面したその別荘っていうのはそういった意味ではあのボケッとしてもいろいろな他人のやってるゴルフをボケッとしながらワインのみな見れると。で夜もういなくなったら出てってパッとの練習もできますから。 友達なんかよくやってますけどね大体終わった頃にね行ってそういった意味でこれはあの要するに一戸建ての建物なんですけど見ていただくと分かるんですね、やはり自然に融合していくそれがまあ非常に重要な要素になっているんですね。ですからあの建物の規制っていうのは非常にうるさくってまあ工事か1年以内に完成しなくちゃいけないとか。 あと商業サインだとかいろんなレンタルだとかセールのサインも置いてはいけないから駐車場は2台そのどっかにつけなくちゃいけないからゴミ箱だとかそういった非常にまあ建物に付随するその設備関係ですねそれも全面に出してはいけないとそれからやっぱり直径1 5ンチ以上の木は切っちゃいけないこれは規定になってるんですね。 その木をどうやってうまく使って敷地計画をやるかって非常に重要になってくると。ですから建物は非常に自然の中にうまくなじむというようにデザインでする。ですからヒルトンヘッドの場合、こういった建物はヒルトンヘッドルックって言っているんですけども、まあ。そういったルックがここで確立されているんですけども。非常にまあ、あの自然に馴染んだ。で特にヒルトンヘッドの場合は、アメリカ人の好きなコロニアム。的な様式ですとか。あとそのウィリアムズバーグだとか、非常にその古いタイプの。 あのスタイルですねロングキャビンはダメだとか、まあ、そういうことによって建物全体も非常に規制をかけまして要するにスイーパーインの中はある程度一定の,そのデザインの中で建物が作られている風になっています。はい、でこれはララグーンに面したビラですね ですからこういったラグーンにおいても非常に一つずつこうあの境がありますけれどもベランダがついてデッキを置いてお互いにプライバ,ープライバーシーを守りながらまあそ,のそれぞれの個々の別荘があると。で建物っていうのは非常に地味ですけれどもやはりその全体のランドスケープがいいですからここに座って隣近所は全然バザーされることもないしあと自然が非常に十分楽しめると。そういった意味で非常にあの そのチャールズ・フレーザー自体がまあ売るにあたってこういったラグーンっていうものを非常にうまく使って自然の中にこういったその建物をうまく配置さしていると。でこれが要するに今の,あの入り口の方ですね入り口の方もある程度植栽とこうそれぞれその建物のプライベートな雰囲気を分割していますんで。 お互いにある程度のプライバシーは守れるというような形になっています。はい、でこれあのこの CPI なんですけれどもこのヘリテージ・クラブってやはりマリオットが最初にタイムシェアを始めた時1980年の初めなんですけれどもアメリカで大体タイムシェアっていうのはその当時ほとんど確立していまして。 でマリアットはどこでそのタイムシェアをしようかで最初にやったのはヘイトンヘイトなんですねでこれもやはりあの非常にあの建物自体6階,6階の高さですけども非常に自然の中に心配の中に入ってますから外から見たら建物は全然見えないと。でやはりその樹木の中にこう,うまく配置することによって非常に何とも言えない自然の中に建物があると。はい で今まで見たのはずっとシーパインの要するにチャールズ・フレーザーが開発したそのプロジェクトですけどでさっき言った環境規制っていうのはなぜできたかっていいますと要するにあの彼が開発し始めたのは1960年の頃からずっと開発してましてで要するにヒルトンヘッドが成功するに従ってその 他のデベロッパーが要するに、国道沿いにいろんなもんバカバカ作っていくんですね。で、そうすることによって要するに環境が壊されるということで、軍政府にですね。要するに環境規制の要するに法律を出したんですね。で、その当時その軍の法律っていうのは非常にまだ緩やかだったので、何でもかんでもオッケーだったんですね。それでチャールズフレーザー自体がこれは困るということで、それで要するにデベロッパーが要するに。 ヒルトンヘッドを調整にしようと調整街を作ることによって自分たちの要するに環境規制をかけられますからでそれによって要するに年に町ができたとですから非常に面白いんですねアリカ人というのはそういった非常に法律だとかそういったことにして非常に反発する人間が多いんですけれども要するにあのチャールズ・フレーザーの場合自分たちの自然を守るためにわざわざ街を作って その町の法律によって乱開発をまあ防いでいったと。だそれをもう非常にまあユニークなあ開発の仕方ですね。でこれはウンミルハーバーといいまして、これはヨット中心ので大体まあシルトンヘッドのプランテーションの場合大体ゴルフジョがついているんですね。これだけゴルフジョンないんです。これはも完全にヨットハーバーだけなんですね。 でアメリカにロックシステムっていいまして日本でガマウォリで作ったんですけどあとハウステンポスにまねて作ったんですけどもアメリカでもロックシステムっていうのは2つか3つしかないんですねでヒドウヘッドに2つあります。というのは何かっていうとここはだいたい艦長さがだいたいいいたたがメメーターかメータかターんですねですからあの砂浜なんかでも非常に干潮差がありますからあの非常に楽しめますけどもボートを置くにはあんまりよくないんですね。 ですから要するにここでロックしといて中の水を循環させて要するに船の底にゴミがつかなかったりとかそういった意味で非常にその安全な形でそのヨットボートを係留できると。でこれが要するにあのウンミルハーバーのヨットハーバーヨットクラブですね。でこれは第二期工事で作った感じですけども。 まあこういった感じであのウィンミルハーバーは本当にあのヨット中心のまあリゾート地で。でこれなんか非常にあのまあちょっと素敵な感じのこの辺でこうお茶なんか飲むとやはり何とも言えないプライベートな感じで非常に心地いいですけれども。で次がウィンミルハーバー でこれはまたいやらしいそのプランテーションですね。えー、これはあの超高級あのリゾート。でここはあ、はい次お願いします。ここは要するにあのここもヨットハーバーとこはゴフジオも付いてるんですね。ですからヨットハーバーとゴフジオ付きであとここにロックが付いてるんですけども。でこ,この要するにあの施設っていうのは本当にもう。 あのアメリカのいやらしいさん出てるような建物がたくさんありまして中に入って本当にもう次ちょっとお願いしますこういうような邸宅でこのぐらい大きなボートを置いてるんですねでこれ週末しかつかないですからでここに住んでる人は2人か3人ぐらいですからまあそういうような生活をしてるとまあそういうようなでこれはヘルトンヘンデルですからこれはマイアミ行くともっとすごいですからですからアメリカのーそスの,その最近あのウォール・ストリートでは言ってますけども。 ここういう人はい,っぱいいいい人っっぱるてことですね <laughs> そういった意味であの貧富の差って変な言い方ですけどやはりサウスあたりなんかでも非常にその裕福な方たちがまあこういった別荘を持ってこのくらいのボートを持つような生活される方が非常に多いとまあそ,そういったマーケットが十分あるということですね。でこういったちょっとアンティーク風のまあヨットなんことはすごく素敵なまあ こういったやつがそのウェックスフォードプランテーションはたくさん浮いてますけどもで後ろにこう邸宅があるとでここも完全にあのもうなかなかもう入れてくれないんですねもううるさくて要するにあの非常に金持ちがいますから普通の要するにうちを買うとかそういった感じでないとなかなか入れてくれないとまあそのくらいまあセキュリティが厳しくなる。 でここもゴルフ場があるんですけどもヒゲ、えー、トンヘッドあたり今 30, 30のゴルフ場がありますけども25がパブリックになってるっていうのはこれくらいのサイズの,あのプランテーションでも自分たちでゴルフ場を持っているとメンンテナンスできないんですねお金かかっっちゃってですからやはりビジターを入れないとそのやっていけないということで非常にその30あるゴルフ場のうち25はオープンっていうのはパブリックっていうのはやはりあの 運営するときに非常にお金がかかるということで、ヒルトンヘッドは、まあ。その非常に、多くのパブリックコースがあります。はい。で、これがさっき言ったヒルトンヘッドプランテーション。っていう、まあ、定住型の、その、あの。リゾーツが違うんですけど、そのとこにある、まあ、メインストリートっていう、まあ、オフィス街ですね。ですが、完全に、まあ、あの、オフィスだとか、そういったやつも自然のない、囲まれた。環境に、まあ、疲れています。 で非常に面白いのは東部の人たちでやはりヒルトンヘッドの定住型のリゾート地ですからリタイアして生活したいとそういう人たちがリタイアする前に引っ越すんですね引っ越してリルタだと不動産業をやったりとかこういったところで働いてである程度自分の住みたいところを見つけてその11あるプランテーションの中から選んで自分の好きなところにうちを買って住むとそういう人たちも意外と多いですね。だそういった意味でに 定住型とビジターのあれが非常にうまくまあうまく作られているとかいうあれですねはいでこれが8つのうちのヒルトンヘッドプランテーションの中のマリーナですねでこれが非常にまあ一般的なマリーナですけどもこういったマリーナがそれぞれのプランテーション内にあるとはいあと非常にまあ スイパイもそうですけどもこれはヒュートンヘッドプランテーションですがこういった雑木林ですね非常に自然が確保されてますからこういった非常に自然のいい報道っていうのはたくさんありますま。そういった意味で非常に自然保護っていう意味ではヒュートンヘッドっていうのはリゾート開発の中では作業けであると。で次にあの パメトジューンというこれもビジター専用のリゾート施設なんですけどその中のバーリントンという一部ですけどもの宿泊施設ですねでコンドミニューはちょっとちょっと6階建てぐらいのコンドミニューがあってプールがあるとでこれは大体ヘイトンヘイトンの定番ですねで構想があってはい次お願いしますあと低層ですねですから低層と高層があってあとラグーンがあって でベランダがあって、えー、基本的にはそういったところで、えー、楽しめると。はい、であと要するにあのこういった大規模開発の中の要するにサブ,サブで開発したところっていうのは基本的には高層のまあ施設があってあと2層ぐらいのまあコンドミニがついてあとビーチアクセスですねビーチにするアクセスがあってプールがあると。 ですがこれ一等地におけるやはりあの施設ですからやはり海岸にもすぐ行けるでプールでも遊べるで非常に海岸もあの20キロぐらいありますから十分あの楽しめるとで干潮差がありますからこれがすごくまあ干あ潮によっても非常に楽しく子どもたちは遊べるとだそういった意味でファミリーバーケーションとしては非常に最高の場所ですね。どこ行ってもいろんな施設がありますから いろんな楽しみ方ができるとはいでこれはまあ定番ですけども要するに、まあえー、海岸線があって砂浜があって、まあ、プールがあってですから午前中はプールで遊んでてで昼は海外行くとか、まあ、そういった感じですね。でテニスコーともありますから、うん、まあそういった意味で大体まあ1週間行っても十分まあ楽しめると。はい これが要するにさっき言ったパメト・デューンっていうのはこちらのリゾート地なんですけどここは太平洋側ですけどもでこっちが要するにラグーンっていうか要するに内陸の湿地帯ですねでここが大きなハーバータウンにより大きいマリーナです。でこれが今言ったシェルター・コーブのマリーナの散歩路ですね。これもずっと 3 0 0ルがずっと海岸戦争ってありますからこの辺をぶらぶらするっていうのは非常に楽しいですからいろんなマリーナもありますからいろんなところで海の娯楽を楽しめるとあと遊覧船も出てますしヨットもレンタルで借りれますしこういったボートも借りれますからあとフィッシングもできますからそういった意味でありとあらゆる楽しみ方ができると、は。い でこ,れこれも要するにあとシェルタコー工部のマリーナーに沿ってコンドミニウムですねあとプライベートのコンドミニウムのプールがこう常にあるとまあそういった意味で非常にあのマリーナーに沿っての,その景観を楽ししながらリゾート感を味わえると。それぞれのマリーナーにはこういったまあ あイベントですとか、パフォーマンスのステージがありますから。シーズンになると、いろいろな催しが、まああると。いうことですね。はい、じゃ、あ次お願いします。えー、シーサイドですね。で、これシーサイド千九百八十一年になってますけど、要するに、会社ができたのは、この千九百八十一年なんですね。で、シーサイドはロバートデイビスっていう。 方が開発したんですけども、彼自体もやはりあのマイアミでデベロッパーでやってて、まあ成功して、えー、こうじいさんが持っている土地ですね、だいたい三十二点四ヘクタールっていう土地をまあ開発しようと、でこれは幹線道路じゃないな、はい、じゃちょっと次お願いします。でこれは上から見たとこですね。で要するに この場所っていうのは要するにフロリダでもパンハンドルっついってあのお鍋の取っ手の先であんまりその彼は要するにこの土地自体をおじいさんが持っていた土地を小さい時にまあ夏遊びに来て非常にその素晴らしいところだなと。である程度あの彼はハーバードのビジネススクール出てそれでマイアミでその デベローパーとししてて成功してである程度お金できたんで自分で何か開発をしたいということでえこの32.4ヘクタールをどうやって開発するかとで彼のやったのは非常にユニークなんですね。でこれ幹線道路が走ってるんですねずっとここに。これ幹線,幹線道路がずっと走ってるんですけども要するにこれはゲートコミュニティじゃないんですね。ですから普通の人が全てこう入れると。 で非常にいであとこの辺にずっと、まあ、砂浜がありますけどもでこちらが、まあ、メキシコ湾ですけども意外とメキシコ湾というのは非常に綺麗なんですね海岸が。非常にブルーグリーンが濃くて非常に何とも言えないあのボケッとしてその海を見てるだけでも楽しいような非常にあの綺麗なあの海です。で彼は要するにこういった偏僻なとこここはあの。 え非常にそのレッドネックリベリアといいましてこっちのずっと奥の方にあの要するにレッドネックっていったらあれですけどそういう意味でレッドネックっていうのはあまあ労働して首のとこがこう日に焼けるとそういうことでレッドネックっていう変な言葉を使っていますけどレッドネックリベリアっていうのがありましてであんまりこういった場所も要するに立地としてはあんまりいいとこじゃないと。 でそういうことに対して彼はそのリゾート地をつくにあたってこの土地のです、ねえー、気候と風土に合ったコテージと要するにコミュニティは何かと、まあ、それが彼の基本的な考え方だったんですね。でコテージっていうのはやはり少年時代彼が過ごしたそのおじいさんの別荘っていうのは非常に心地よいところででまあ 海岸ででブロケッとしてて泳いできてでベランダで汗をかいて、えー、いや過ごすというのは非常にえと小さい時のイメージととして強烈なものがあったとでそういったあれでここの場所は要するにそういった意味でリゾートしするのは非常にいい場所じゃないかという結論に達しましてでそれを作るにあたってはどういったコンセプトがいいかということで彼は海辺の生活を五感で感じると。 そういったコンセプトででやっててるんですねそしてあのコテージをベースにあの伝統的な建物によるまあリゾートコミュニティっていうものをまあ作りたいとでそのためにそのリサーチしてるんですね要するにフロイダ周辺でっていうのはコテージっていうのは意外と簡単でコテージってありますけどもそのフロイダ辺りのコテージいうのは現存するものはあまりなかったんですね。 で実際コテージってのはどんなものこの年にあったコテージってどんなものかということでそのコテージのリサーチをしましてでコテージっていうものは大体分かってきた頃に要するにそのマスタープランでこれもアンドレー・ダーニーとエリザベス・プラター・サンバーグっていうまあマイアミの彼がまあマイアミにいた時に使ってたあの都市計画家ですけどまあ彼たちは取ってまああの マスタープランを作るんですけどもでその時に作る時にその彼の間にあったのはそういったコーテージと小さな街ですね。で彼の場合はそのアイデアとしては「The New Town The Old Way」なんですね。で,で,でその古い街っていうのは何かっていうとそのイギリスの有名なあの都市計画で「 レオンクライアという人もいまして、これはチャールズ皇太子と仲のいい人で、非常にコンサーバーのねあの都市計画家なんですけれども。で、彼のそのコンセプトっていうのは。大体半径。400メーター以内に住んで、買い物できて、働けると。で、それは彼のコンセプトなんですね。それで要するに。その車を使わないで。その歩いていけると。で、それが要するにニューアーバニズムっていう一つの、あのアメリカで。 1980年代から発展していった新しいその住宅環境のコミュニティですねアメリカの住宅街というのはほとんど郊外に行って郊外のほとんどまあ車でまあ移動しなくちゃ何にもできないとそれに対して新しい街づくりっていうのは小さな昔なった小さな町のように歩いてどこに行けるとでそういったような街づくりをしたいとでその街づくりのためにじゃコテージっていうものを をベースにしてやろうというのは彼のまあ基本的な考え方だったんですね。で、そのマスタープランを作る前に、その自分の考えているそのコテージっていうものは売れるかどうかっていうのを彼はまずチェックしたいと。で、なぜかっていうと、彼の場合非常にユニークなのは、要するに海岸線がこ変あるんですねで。ウォーターフロントっていうのはここなんですけど。 ウォータータフロントには別荘を作んなかったんですよでこれは要するにみんなのものにしようっていう非常にユニークなアメリカではこれクレイジーな考えなんですね一番一等地を要するに別荘地として使わないでそれは要するにここに住んでる人たちの共通の共有の場にしようと。でそのために要するにこういった道を隔てったところにコテージを作った場合こっちにあるその既存のですね ウォーターフロントにあるコンドミニウムに対抗できる値段で売れるかどうかそれでデザイン規制がありますからこういうゃうけしいあれもしちゃいけないとそうすると買う人間にとってはこんなバカな話じゃないとでこっちはウォーターフロントで眺めのいいとこでこっちは要するにこんなこんな場所で水場へ相当距離があるよと。で彼はそのためにまずマスタープランを作る前にちょっと次の。 次その次ちょっとちょっとその次かなこれが最初の作ったあのコテージなんですねでこのコテージを2件作りましてマスタープランを作る前にでこれが要するに売れるかかどうか試したんですねでこれもやっぱり何辺作りもないデザインのコテージなんですがこれもニューヨークの若手の建築家がデザインしてるんですよ。 だ、そういったとこか非常にまあ、仲は非常にうまくできているんですけどね。だそういった意味で非常に。そのあのイノベーションがあって、その非常に優秀な。あの若い建築家を使うことによって、従来のことと違ったユニーク性も出しているで、これが意外とその評判が良かったんですね。で、そういうことによってウォーターフロントに作らなくても要するに内陸に別荘を作ってもいけるぞと。そういうあれでまず作って。 ですから非常にあの開発の仕方がまが非常に、まあ、そのステップバイステップで非常に、まあ、あの進めたと。っと前に戻ってはい、でこれがちょうど要するに開発してから10年ぐらいですかねだかまずその、えー、こ,っちこっち側のサイドからまあ開発し,しましてでここが中心ですから、まあ、これが商業ですからオフィスがあって。 で感染道路がずっとこうあります、まあ、そういった中で、まあ、開発を少しずつ進めていったとですから非常にあのこのデザインガイドラインとマスタープランというのはしっかり開発するにあたってラ開発、まあ、し,しないためにそういったことを非常に厳しくしたでこれは何がするいかっていうとちゃんと前へまた戻ってきていてこれは完成した時にですねこれと同じようなマネーターデザインがあちこちできるんですねこの周辺に。 これすすごいですアメリカっていうのはやっぱりだけどやっぱりここにはまあかなわないっていうか真似ですからだからそういった意味でそのあのロバート・デイウスのやったっていうのはすごい何かっていったそういったあの地道にやりながらステップバイステップやりながら非常にイノベーション的なことをやったんですね。はいじゃあ次はいこれはマスタープランですけども全部ロットがこうナンバーついてますけども。 ですから全部細かくもう最初からもう決めてますそれでこれがずっと幹線道路ですねでここはすごい高級なリゾート地なんですけどもゲート組みっないんです全部オープンになってるとでみんな直角にこう道路から入れるとでここが中心地でここから要するに放射線状に進めていくとでここがまあマーケットここはマーケットなんですけどもマーケットがあるというような感じですね。あと要するに この居住地区に対してそのビーチアクセスなんですねここはみなビーチアクセスなんですねこれそれぞれこれがで、ここは砂丘になってましてそのビーチアクセスの対応のデザインというのはまたユニークなちょっと次やってますかでちょっと待ってでここが要するに幹線道路なんですけれどもこっち側がビーチなんですねですからビーチのところにこ,こ,にこういったえこの辺地方の特有な植栽っていうのをうまく生かして で幹線道路があって、ええー、し、震災の家があると。はい。はい、次。で、これが要するに、ービーチパビリオンなんですね。で、それぞれのネイバーフッドからビーチに行くときに。アメリカで非常に若手の優秀な建築家デザイナーを取って、これデザインさせてるんですね。で、これはまた評判になったんですね。ニューヨークタイムズとかいろんなところに、その新聞にのっかることによって。 何にも宣伝しないで話題になった。ちょっと次、で、このビーチパビリオンが非常に面白いんですね。単純なあれですけど、非常に白で、で、で、これ自体が。その一種の、そのネーバーフットがこうきて、ベンチがありますから、こう座って、お互いに。ビーチ行く前にお話しするとか、夕焼けを見るとか、ビーチを望むとか。で、これがまた非常に、そのすごい素敵なんですね。単純ですけど、で、この若手の建築家使ってやってるんですね。はい。 これはまあそれぞれがそぞみんな違うんですねデザインがで後ろが要するにそれぞれのネイバーフッドがこうあると。でそういう環境の中でま,ああのまた次,次もちょっとこれまたネイバーフッドビーチパビリオンですね。それぞれの,そのビーチパビリオンでもそれぞれユニークなパビリオンを作ることによってまた話題性を作っていくと。これもそうですね。非常にその クラシックがあれですけども非常にちょっとクラシックでいいながらちょっとモダンな感じでまあそういったことによってでシーサイドっていうのはそういうのを90年代にそのタイムマガジンがベスト・オブ・ザ・デザインって言ってですね要するにデザインの中で最高のその施設だと褒めてた点んですね、はい。 それでここが街づくりの初期なんですけどもで彼は最初に街づくりをするときにそのいろんな街をリサーチしてるんですねでやっぱりそこはあのアメリカのすごいうこととやっぱりリサーチして要するに街づくりのために家を作るためにどういった家がいいのかとであとどういった街がいいのか。でアメリカの中で非常にその小さな街で魅力的な街っていうのは例えばヘイトンヘンドのそばにあのサバンナっていうサバナっていうんですけども。 非常にイギリスを生まれたような非常に都市計画された公園があって素晴らしい町があるんですね。で僕が最初に行った1976年ごろなんていうのは本当にもう二束三文でその町の非常に素晴らしい建物今も3倍か4倍もうそのぐらいの値段になってますけどもそういったサバナだとかあとチャーストンですねチャーストンっていうのは非常にあのえ南部のボストンと言われるぐらい非常に綺麗な町で,でそういった町ですとか あと要するにニュージャージーのケープメイっていうこれはケープメイっていうのはビクトリアン風の建物がありまして非常に町自体が整った感じの町なんですけどもでそういった町をリサーチしましてじゃあど,どんな建築スタイルがいいのかとまあそういうことでまああの建築のスタイルを決めるそのためにまあリサーチを非常に多くしています。 そういった例で非常にあの特に例のコテージを作って23回月たって最終的にマスタープランとシーサイドアーバンコードを作ってんですねでそれはどういうことかっていうとはい次ちょっと次ポンポンと。 ちょっっと戻ってみますで基本的にですねあの何が違うかっていうとえ昔の、ま、町並みと即位に使ったんですねでアメリカではこういう宇宙の,の付き合ったりしないんですねこんなしっついて。で要するに隣接要するに隣近所をしっつけることによってお互いにコミュニケーションできて要するにネイバーフードとして一体感を持つようにわざわざもう潜まて作ってるんですね。 あと白いフェンスを作るということなんですけどこういったフェンスですね。であと非い特色的なあるのは何かっていうとやはりあの屋根の形ですねそれからあとはその基本的にはその上に展望台を作るのはしかないこういったあれですね見晴らし台っていうか。 でこれはもう街自体の要するにイメージを作ってくるとですからこのデザインガイドラインで決めたことがシーサイドの街のイメージを作っているんですね。ですからヒュートヘッドの場合は自然がもう主ですけどもシーサイドの場合はこういった街の要するにそれぞれの家のデザインっていうかそれが要するに街のイメージになってるといるでこれをデザインするにあたっても非常にそ,のそれぞれの建築家を雇ってそのディテンシャルアーキテクトを雇ってまあ デザインしてであと色ですねパステルカラーで色も全て決まってますからその色を全て規定することによって変なデザインっていうか色がならないと。であと植栽ですねこういった。それでアメリカでは非常にもう芝生を作るっていうことが非常に重要な要素になってますけれども要するにここでは芝生が合うと。 その地域の植栽を使わなきゃいけない。ですから、典型的なアメリカ的なうち、うちやないということですね。はい。で、そういった意味で、非常にこういった、その見荒らし台とか、そういった屋根の貸しだとか。あと、ここに、今、ビーチパブリオンがありますけど、もこの住んでいる人たちは。この通りを取って、海岸行って。ここで、ちょっと休みながら、ビーチへ行くと。いう形ですね。はい。ですから、非常に、その。 建物の形とかで例えばこういったとこに僕が泊まったとこ一つなんていうのはここがバ,バスルームになってんですねですかお風呂入りながら見えるっていうそういううちもありましたけどだから非常にそれぞれそのただ要するに見られたいじゃなくて個性のあるようなそういったあれで非常に顧、えー、のうちが非常にユニークな形でまあデザインされていると。 中心地ですねでこれは幹線道路がありましてポストオフィスがあってでこれはドリームランドハイツビルディングであとこれがずっとコンドミニウムがあってこれが一種のパブリック的な施設が全て中心側にあるというところですね。で海側にはあのハネムーンコテージっていうか要するにあのビジター用のハネムーン用の、ま、施設があると。はい、でこれが要するにあの スティーブン・ホールツがデザインしたドリームハウスでこれもヨーロッパ風の要するに都会的なアパートメントを作ろうっていうんで非常にユニークで屋上なんかにも非常に面白い仕掛けがあってそれぞれの部屋自体もちょっと洒落れた名前が付いていると。でずっとアーケードっていうのも要するにちょっとヨーロッパ風の形でデザインされてこっちにマーケットがあってっていう感じですね。 で、これはビーチ側の地中海風のマーケットですね。はい。これはこれハネムーンコーテージなんですね。で、これも非常に、まあ、ユニークなハネムーンの、で。上が、まあ、ベランダから海を見合わせるという形の、非常にちょっと。クラシックですけども、非常にこのモダンな感じの。まあ、ハネムーンコーテージ。はい。で、これはプールですね。で、プールなんかの機関室なんかでも、こういった施設なんかのところも非常に、こう。 昔のマイクレグレーブス的な感じのデザインがこう入っている。はい、でやはり震災の何の特色かというと裏道ですねこういった裏道がたくさんあってであと横にこう入れる道があるんですねでこれも自由に行けると。でそうすることによってお互いにその顔を合わすチャンスですとか要するに街を歩く楽しみですねで歩きながらこう,こうブラブラしてと隣の近所とお話ができる。 だそういうような要するに従来の町の,の良さっていうものをその凝縮することによってコミュニティというかそういったものの良さをまあ作っていこうという形ですね。でこういった非常に狭い通りがたくさん,んですね。あと横にも,横にもそのキャットウォークっていうか裏道をこう通って裏に行けると。 できているとですからまた建物自体もユニークですけどもそういった総合的な計画ですねでそういったのが非常にまああのうまくデザインされています。で,ですから完全にあのこうちょっと見ても非常にそれぞれユニークな形のデザインがたくさんあってでこうベランダがあってで色自体が非常に。 パステルカラーですから非常に全体的に街の雰囲気が非常に綺麗に見える。はい、まあこういう感じです。でこれは要するにこの土地特有の植栽ですね。でこういった植栽を生かすことによってその風土と気候に合った植栽、それから地域に根付いた建築デザインでそれが要するにシーサイドの非常に特色というか脚光を浴びたというか。 これにによっっててサイドは非常にたくさんんの人をもらっているんですねでそれがまた一種の,まああの広告をしなくても要するに成功したと。でこれは非常にあのまあ彼のロバート・デイズスの非常にユニークなで非常に気さくな人ですからあの自分もこの町に住みながら開発してますからちょっと電話するとすぐ来てくれるような人ですからまあそういった意味では非常にユニークな。 デベロッパーですけど、はい、でそれぞれの建物ですねでそれぞれぞの建物が非常にあのパステルカラーとあと展望台ですねあとベレンダーとかこういったディテールっていうのは非常にそれぞれほとんどまあ建築家使ってやってますけどこれ何がそういうかっていうとこれが最初に僕が行った時の値段の大体今3倍ぐらいだったんですね4倍ぐらい。だからヒルトンヘッドもそうですけども不動産投資で成功すると何がそういうかっていうと。 もう3倍4倍になっちゃうんで,すーンってで僕が買いたい時はお金なかったんですけども買っていけば本当にもう今苦労しなくて済んだなと思ってたんですけどね本当にその当時本当にもう安かったんですけどねでそれが成功することによって今もうミリオンですねだある意味では市場にこういった市なんでほとんどもう高額になってますからだから開発の成功っていうのはアメリカ何がそういうかっていうとヒートン・ヘイトもそうですけども成功すると大体もう建物が大体もう 買った当時の2倍3倍中古でもそのぐらいなんですねですから要するにアメニティというか環境ですとかそういったものを大事にすることによって付加価値上があって要するに買った人も得をするとでヒュートンヘッドもそうですけども CPI ーーも何がすごいるとデベロッパーはこういう建物の要するにそのレンタルビラーを運営管理するんですね。 と例えばこれ買って要するに自分たちは要するに2か月か3か月つながったらあと残りはそのデベロッパーのそれ運営会社に頼んで管理してもらうですねそうするとまた収入が入ってくるとで我々が泊まる時もそういったところに泊まれるとで全てもう家具付きですからで食器も付いてますから1週間いても全然問題ないとでよくそれはヒルトンヘッでも問題ないんですねレンタル用の施設が非常にたくさんありますから でそれの運営管理っていうのはやっぱりデベロッパーの非常に大きな仕事なんですね。でそれをちゃんとすることによってセキュリティだとか、えー、汚されてないとか壊されてないとかそういう管理ちゃんとしますから買った人間も十分そのデベロッパーに任せてレンタルようにしても問題がないと。で買った本人も収入が入りますから、まあそれによって何千万か何千万かけてつく買ってもそれほどそんな お買い物ではないとはいでこれが要するにベレンダから人がこう歩いてきた時にここでまあ座っていると「はいハワイ」と会話ができると。でこれがニューアーバニズムなんですねアメリカの。要するに今まで要するに車社会で要するに人間とのコミュニケーションがないでそういうことによって人間疎外になると。でまあシーパインスーパインド要するにまあのシーサイドではそういった形ですね。 で基本的には新しいニューアバニズムっていうのはアメリカで非常にその今あのブームして展開されていますけれどもまあディズニーにあったオールランドなんかのセレブレーションなんかもそういったあのヒュートンヘッドとかシーサイドを真似して作ってるんですね。そういった意味では非常にあのまあリゾートとかあのレジデンシャルコミュニティの開発に関してはヒュートンヘッドとまあシーパーリン シーサイドとシートヘッドって非常に大きななバイブル的な施設です、はい、で非常にそれぞれのユニークなんですねこういった建物自体がだから一つずつ見ると面白いんですね <laughs> ここ行くと建物自体が非常にそれぞれどうやってそのベランダを作ってどうやって屋根を作ってっていうそういったあれが非常にそれぞれ個性のあるあれですから。 でこれもそもそもあのデザインガイドラインがありまして審査会にそれぞれの,まあそのシーサイドのメンバーが入ってチェックするとであとは要するにあの売,り売ってるビラとかそういったものはこの建築ですねレジェンシャルアーキテクトっていいましてそれはあのデベロッパーへとって作って販売するとだそういった意味で非常にあのデザインに関しては非常に厳しいあのデザイン管理をしています。 そうすることによってこういった面白い建物がたくさんできることによって相対的に非常にユニークなコミュニティになっていっとはいこれなんかも非常にもう本当に木を使いながら本当にもう面白いというかそれで上がベランダがあって上にこう展望台があると。でこれは要するにその地域の植栽ですね。 でガズイボがあってベランダがあってっていう感じで、感、は、じ、い、でこれもベランダがあってこれも展望台ですねでベランダがあってこっちもベランダであるでそれぞれも距離がありますからお互いにあのベランダでお互いに話せるまあそういったあれになってるんですねですから隣近所が非常に親密になっていくと、まあ、そういった形の,、まああの敷地配置ですね。はい これなんかも非常にデザイン的には面白いやつですけどはい。であとそれぞれそのマスタープランでおいたこうやって広場のところにガズイブを作る。でここにあるのは後ろにあるのはレオン・クレアさっき言った都市計画家が最初にこれデザインした彼彼理論家で建物をデザインしたことないんですね。で彼が最初にデザインして作った建物ですこれギリシャ風のその非常にその。 様式を使って,っ,って非常にその面白いで彼も今所有してませんけれども彼も相当高く売ったと思うんですけどね、うん、はいでさっきのレオン・クレアを作った見晴らし台ですけど本当にギリシャのパンテオンみたいな形ので屋根だけ見ても非常に面白い面白いんですねはいでこれが要するにあのオフィスコンドミニュー街ですねはい ネオクラシックでククラシックモダンな感じではいでこういったフェンスですとかそういった建築ディテールも非常にそれぞれ工夫してやっています、はい、色の感じですねでフロリダのこれなんても非常に暑いですけどもこういった白とこういったパステルカラーが非常によく合うんですねはい海の色にも合いますけどもということですはい まあ一応そういった形でまあなんですけどもあと何か質問とかまあで僕がですね基本的にあのここでちょうどやったっていうのはアメリカで行って非常に1970年の中頃からですねあの非常にユニークだったのは僕が最初に働いたデザイン事務所っていうのは非常にユニークなデザイン事務所でそのロゴからグラフィック展示インテリア建築環境ってやってるんですね。 小さなデザイン事務室ですけれども大体全てのことはやったんですねですすねからお前デザイナーがっていうとデザイナーじゃなくて, General、er、っ,て言ったんですねだから要するに何でもやりますよとクライアントさんの言うことは大体全てやりますよとまあそういった中で非常にユニークな仕事ができたとそういった意味で非常にまああの10年間ぐらいそこにいましてデザインディレクターやっていろんなプロジェクトをしましたけれども。 そういいったた意味でで非常に面白い仕事ができたとで1970年の中頃からちょうどアメリカでですねそのエンバラメントグラフィックデザインっていうのはちょうど出てくるんですね。でエンバラメントグラフィックデザインっていうのはあの要するに視覚要素を取り入れることによってサインも含めてですね要するに環境を良くしていこうとでそういう動きが入りましてでそういった中で例えば「フェストルマーケット USA」っていう本を書いた時もこれなんかも要するに。 建物の中でも普通のカラフルなあれで色彩を使ってやるとかそういった色彩だとかパターンだとかそういったグラフィック的な要素を使って環境を良くしていくっていうエンバラメントグラフィックデザインっていうのは非常に出てきましてそういう仕事をたくさんしましてあとはミュージアムですね体験型のミュージアムでこれも非常に大きな仕事でこれもやはりその当時一つの流れとして。 サイエミズメですとかあとその健康観アメリカ今健康に対して非常に問題がありますけれども健康に関する施設いっぱいあるんですねアメリカっていうのは要するにあの一般的にその健康観っていうのはいろいろな地域に作ってその健康に対するプベン,ションメシン的な役割をしてるんですねでそういったものがいろんなミズメにあって一般のコミュニティに対する健康を促進すると。で一つ大きな仕事をやったのはデンバーにある そのえー、サイエンス・ミズミなんですけどそれはクアがそのビル・ガーシャのクアがスポンサーになってやった時は1年間の,そのリサーチ費だ人がですねリサーチのお金をで1年間全米をの病院ですとか施設もあって健康はどうあるべきかということを考えてこいとでそれでプログラムを作ってで健康館を作ったんですけどその時は僕と医者とがそれを作る人3人で1年間。 アメリカ中をぐるぐる回っていろんなことをリサーチして、まあプログラムを作る。で、そのプログラム自体今考えても非常にあの面白いプログラムで、まあそういった意味でそのソフトに対するお金ってすごく出すんですね。ですからまずその何かを作るときに何をするんだ。で、それに対するお金っていうのも十分出すんですね。ですから意外とあのアメリカではあのソフトに対する考え方に対する理解がありますから。 いいろんな意味ででは非常に面白いことができるとであと1970年の中頃にリゾート開発ってさっき言ったヒュートンヘッドですけどもちょうど僕がデザイン事務所に入った時そのヒュートンヘッドはちょうど1970年から非常にブームになってでチャールズ・フレーザーもカリブ海だとか全米にリゾート開発をたくさんしたんですね。でその一つがレズデンシャル,ルコミュニティーのまあデザインで,でいろんな地方に ヒルトンヘッドと同じようなタイプのその要するにまあ、ね、そのコミュニティがありますと核となるような施設が必要だとでオフィスだとかマーケットとかまあそういったところもデザインをしそういった意味で非常にあのえその当時まあアメリカではその新しいデザインの分野にまあ携わることができてある意味は非常にまあラッキーだったんですけども。 だ一番大きな問題っていうのはそうなんですね。っていう何かっていうリゾート開発で一番大きなっていうのはインフラに金が使いますからでそれを要するにあのやるために非常に最初期投資が必要なんですね。ですから今言ったようなあのえこれだけオープンスペースにするあのグリーンスペースを作るって法的にもう決まってるんですね。 その38%オープンスペースということを条項に入れますとそこは使えませんからそこを運営そこを要するに新しく何かにする場合には完全にその全体の土地持っている人の要するにまああの意見とかっていうのは聞かなきいけないしなかなか変えられないとだそういった意味では市場にそのあのマスタープランの基本的な条項っていうのは維持されている。 それであと要するに言ったそのメンテナンスの問題でいくと、やはりあの売れた土地自体が市場にもだんだんもう今ヒートン辺でも,も2倍3倍になってますから、不意も相当上がってんですね。だから維持管理するためのお金もある程度十分取れると。だから要するにその価値があがるに従ってえその維持管理メンテナンスの不意もある程度上がってきますので。 そういった意味であと要するに特にヒルトンヘッドの場合なんかは、まあ、いろんな施設そうですけどもそのデベロッパー自体がレンタルビラだとかあとコンフェレンスだとかそういったものをうまく使ってるんですね。でうまく使うって何かっていうとそういったアイテムビラとかそういったものを使いながらそういったところを要するにその週末のコンフェレンス用の施設にするとかね。 で、そういうことによって、お金のも要するに、回転非常にうまくしてるっていうところがありますね。だから、非常に、あの。システム自体、非常にうまくできてるんですね。あの、フュートンヘッドの場合、まあ、こういった、あの。アメリカの、特に、リゾート。で、無駄のないような、要するに、まあ。あーマネージメント、運営管理っていうのは、しっかりしてますから、他人に貸しても。問題ないと。 でそ,ういうことそういうところをグループの連中にそのレンタルするとか、まあ、そういうことによってある程度の費用は、まあ、ある程度カバーできるっていうのはあいですね。でやっぱりある程度そのコミュニティがある程度しっかりしているのとでやはりあの他人に対して要するに皆さん知ってますからその要するに隣人とかそういった人っていうのはある程度みんな 同じコミュニティの一員ですから何かあった時のコミュニケーションがすぐあるとですから要するにそのシーサイドの良さっていうのは古き良き街っていうか要するに建物を隣接してありますから隣が何してるかっても分かるっていうかそういった意味で変なことが起きてもある程度あ違った人が来てるなというような形で非常にその他人に対しては非常にその閉鎖的になって非常にオープンですからちょっとことがあれば何だおかしいなと。 いうようよな感じですねだそういった意味でそのアメリカで今こういったニューアバニーズムが流行っているっていうのはそういった今セキュリティですよね要するに自分の住んでいる場所は自分たちで守るって変な言い方ですけどお互いにお互いのことに関心を持ちながらいいコミュニティを作っていこうと。ですから非常に関心,関心が高いっていうあれですね。 ヒルトンヘッドの場合多分ゲートコミュニティですからその中全て消防署もありますから全てその内部そうです,そうですねだからセキュリティもちゃんと入ってますから,だからセキュリティの車は常に動いてますから全部全部そうですね全部民側全部民側ですねだから面白いのはヒルトンヘッドでっていうのはあの そのチャールズ・フレーザー要するにあのロバート・デーブスがシーサイドを開発するときにそのチャールズ・フレーザーに「これから開発するにあたってね何、えー、かありますか?」って聞いたときに MBA の卒業生を雇うよなってたんですね、うん、マスター・ビジネス・アドミストレーションで。というのは何かっていうヒルトン・ヘッドを彼が開発して1978年からガーッと伸びた時に要するにそのビジネスの連中っていうのは要するに中を考えたり売ることだけ考えたんですね。 ですからチャールズ・フレーザーもちょっとバーって行った時にもカリブ海だとかキアワーアイランドですとかあのフロイダの方の会話をたくさんしたんですね。でそれは何かっていうと今行けるぞっていうそういったビジネスの連中が押し上げてで結局そのオイル危機かなんかでお金が回んなくなっちゃってポシャンになってしまった。で面白いのはその僕が仕事で付き合ったそのデベロッパー医学ですね。要するにその リゾートっていうのは意外とアメリカでも金持ちがやりたかんですね。やはりやはりそのなんていうか名誉名誉心とか、俺はこんなリゾート作った。で、やっぱり上下水道道路を作ると非常にお金かかりますから、それでだいたい中途ぐらいでダメになっちゃうんですね。だから結局彼たち曰く、新しいのを作るなと。ダメになったやつは変えと。で、それで成功したのはアメリカが成功したのはあのハワイのね、日本が開発やすくてダメになってみんな買ってるんですね。二足三本で。 だから意外とそういったとこっていうのはアメリカ人っていうのは意外とこう。っいでになんですけどもそうするとその通常ですとまあ細かいんですけど固定資産税を行政側が徴収してインフラ免停するんですけども<え>リゾート地の場合はリゾートの中の教育費みたいなものを徴収して,、ねね、して一方で固定資産税を別途またかかってくるんです、ね、固定資産税がかかっていることですね軍の方であだからに メンテナンスは別ですかるっていましてそうのは、ね。で特にあのカロニアで問題になっているのはある程度の有酸階級が固まった形の特定のですね特定の人間の層っていったらおかしいですけれども。 要するに社会の一定その人間しか集まらないコミュニティということで問題になっているんですよね。でヒルトンヘッドの場合は意外とまだその非常に広いですからそのまだ広くヒルトンヘッドは問題になってないと思う。例えばベリヤンで話ししょう今、んうん、だからそれそれは意外と問題になってますけどね。でやっぱり何かというと要するにと特特特殊の要するに収入層の人間ですから。 今度住んでみるとねみんな同じような生活レベルで同じような収入だと非常に保守的で要するに考え方が非常に固まっちゃってっていうような面が出てきますからだからゲートコミュニティ自体も今少し大きな問題になっているのはもっと大きな面で要するにゲートじゃなくてもっとその収入の面だとか年齢の面でもっと幅のあるような開発をしなくちゃいけない。そのの開発を大きかったのはあの ラススベガス郊外にある開発なんですけどもそれはすごいそういうのは要するに高級なリゾート地もあるし高級なそのゲート的なものはあるし近くにある程度中産階級のもあるしであと要するにセニア用の,そのコミュニティもあると。ですから面的にある程度の層がみんなあると。で昔アリゾナで要するに本当にもう高齢者だけの要するに住宅地で失敗したのは何かっていうと今言ったよう ゲートシティと同じでもう本当に同じレベルの人間しか集まないことによって街自体が活気がなくなってしまったという反省ですね。ですから今ある意味ではそのク,ロクロスセクション的に収入だとか年齢層だとかそういったものをばらまくことによってそのコミュニティ自体がある面ではまだ幅のあるコミュニティにしていこうというのは一つの流れみたいですね。 アメリカ面白いんですけどね。あんまりそういうこと気にしないんですね。で、やっぱり何かって言うと、やっぱりビーチフロントはも最高なんですね。で、結局州によっても違いますけども、そのビーチフロントに作って壊れた場合、意外とその保険とか損害で意外と出る出るところもあるんですね。ですから、ある意味じゃ壊されてもまた新しく作っていくっていうようなだ。そういった意味では非常に。あのビーチフロントというのは日本と違ってそういったことで。 その堤防作ろうとか要するにそういったものなくて完全にもうフロントにバーってつくんですねで例えばヒルトンヘッドも非常にその大きな問題っていうのはノースウィンドノースウェストウィンドってくんですね要するに今頃の時になると波が非常に高くてみんなビーチに相当こう侵食するんですねですけどもやっぱりビーチフロントに作,る作りますしヒルトンヘッドじゃなくてノースカライナーからずっとニューヨークに行かれてみんな あのバリアアイランドってたくさんあるんですねアメリカはちょっと大西洋に。でバリアアイランドっていうのは要するにあの本土があって小さな島たくさんですね。でそこはだいたい幅にしても大体 500m とは短い。で,もうフラットなんですねだいたいでそういったところもう要するに東部からフロリダにかけてずっとありますけどもでハリケーンのあるところもありますけども全然気にしないんですね。 でそういうところはみんな高い床にしてますけども、だけど大きな雨が来たらみんなさらさられますけども、だからつってそこを避けて、えー、他に移るっていうのはいないですね。やっぱりアメリカ人ってそういったとか好きなんですねビーチビーチフロントっていうのは本当にもですから非常にあのリゾートに関してはもうビーチフロントっていうのはもう莫大な費用でまあ売れると。だそういった意味であのロバートデイビスはそのビーチフロントに そのように別荘地を作らないっていう非常にその見識のある開発の仕方をしたでそれがまた成功の一つの大きな要因ですけれどもあ <laughs> ありりががとうございまますでもヒールドヘッド自体はですねあの意外と日本で知られてないんですけどもあのアメリカと要するにヨーロッパですごいんですね非常に要するにもリゾートのバイブルって言われてるんですね開発の仕方自体が。 それはやっぱり何かっていうとデザインガイドラインっていうのは法的にガチッてするんですよ買った人はだから要するにロバート・デイビスが要するにその最初にそのビラを作った時に要するにウォーターフロントから離れててデザインガイドラインでビシビシやったとこがねオーシャンフロントと同じような値段で売れるかっていうのを疑問に持ったんですねみんなが。だから彼はまず作ってみてみ どの程度の反響があるかということで最初に2件作ってやったら非常に反響良かったとだからデザインガイドラインを作っつけて厳しくやっても要するに分かる人は分かって買うということですよねなんかそれはもう今やアメリカの参加人とンダードみたいなねそう徹底してますね,ますね,ねええ。だから意外とアメリカ人というのは法的なものに対して非常にあの制約されるのが嫌がりますけども自分たちを守るということになると 環境を意外と平気なんですね。だ、それはもう小さな町でも同じですねち小さな町行っても要するにボナが住んでるところでも意外とそういったあの規制っていうのはすごいですから隣の枝が出てきたとかねフェンスが1メートル高いだとかねそういうことに対して非常に文句言ってすぐ切りますから,だからそういったところでは環境を守るためにはある程度非常にそのセミアにということは それは何かというと自分の財産ですからよくすれば絶対いいとこはその値打ちが上がりますからでアメリカは何がいいかというと要するに素晴らしい場所に住宅だとか持った時に値が下が下るってことないこなんですよだから今お金があるんでしたらアメリカの不動産は買い時ですよ本当にもうあの78円ですからだから回った中だか当時そうなんですね 回っったになって特に2億3億するそのマンションが23年で2倍3倍になりますからだから金持ちが金金持持ちちちになっちゃうんですね金持ちはそういうとこをみんな売買して34年でも何億ってのを稼げますから,だからそういったとこですご,すごくいやらしいですけども要するにウォール・ストリートの,そのデモじゃないですけど本当にそ,のそういった面はすごくありますね、はい。えー それではではすね、まあ、そろそろお時間なので講演を終わらせたいと思いますけど、まあ、アメリカの東海岸の2大リゾートですねしかもあのアプローチが違うヒルトヘッドアイランドとそれからシーサイドの話を今日はしていただきました改めてやっぱあの田口さんが日本で一番このアメリカのリゾートに関してはお詳しいのではないかということをですね認識した次第なんですけどあとまあ本当にあの環境デザイナーの立場からなんでですねこの環境デザインが持つ力 とかですね、それからまあもう1点、まあ、アメリカ、あの意外にソフトを大切にすると、で調査などにも力を入れると、まあ、いいものにはそれなりにこういいものになるためのです、ね、理由があるということがです、ね、今回も改めてこうシーサイドと、それからビルドンヘッドアイランドのお話を聞かさせていただいて、分かった次第です。今日はたくさんどううもありがとしざいました。